こんにちは、速稼塾の久保でございます。堀さん、いつもお世話になります。お疲れ様でございます。今回もね、ブログの量産のことをちょっと書かれてましたけども、ブログの量産はね、何度かお話ししていると思いますけども、もう相当量やんないと何とも言えないですね。1000が1単位で、あとそれを何個するかってことになるんで、結構途方もない作業だとは思います。まあ覚悟の上だと思いますけどね。そのブログの量産とはね、ちょっと対をなすんですけども、検索にかかりやすいよね、ブログっていうのも考えていてはいかがかなと思うんですよ。それはね、例えばね、Yahoo のトップページを見るんですよ。Yahoo ちょっと開きますね。Yahoo のトップページを開くと、Yahoo ニュースって出てますよね。で、今日はですね、100均で材料賞賛が、希少繁殖、なんだこれ、あまりいいのないですね。AKB48、峯岸みなみ卒業発表とかありますね。Yahoo のトップページとかが主なんですけども、今日石川遼選手っていうね、ゴルフのプロゴルファーの方が生涯獲得報酬10億円を突破したみたいな記事がありましたね。すごい人ですね。今28歳だそうなんですけども、15歳からプロゴルファーの道に進んで、以来ずっとトップを進み続けてますよね。何を言ってるかっていうと、今世の中で話題のことをブログのタイトルにすれば、これは検索にかかりやすいよっていう話なんですよ。ですので、毎日ニュースサイトを見るとか、ツイッターの、上位キーワードを見るとかっていうことが作業に付け加えられてきます。要するに、検索されている、現在検索されている何十万、何百万というね、検索のこの言葉、ワードをですね、自分のブログのタイトルなり記事の中に入れるわけですから、それは SEO 的には有利になるってことなんですよね。多くのアフィリエーターがこれをやっています。だからこういうふうにしていくと検索が取りやすいのかなっていうのと、あとはね、こういうのもあります。ローカルワードっていうんですけども、例えばね、真備町災害っていうこの2文字でブログ記事を書くと、真備町で災害がありましたとかね、真備町の災害を、復興に向かってとか、こういうふうな記事を書くと、本当に限定的なんですけども、真備町で災害っていうこの2つのキーワードで検索をかけた人が堀さんのブログにたどり着く可能性が高いんですよね。男はつらいよ50周年っていうのもそうですけどね、そういうふうな形で、ニッチなキーワードを2つ組み合わせて呼び込むのか、それともトレンドのキーワードで記事を書いていくのかっていうことでもアクセスが呼び込めるようになると思いますから、そういうのもちょっと頭の隅にね、入れといてみてください。それではね、以上でございます。 J コスメの、意見書の方もありがとうございました。質問状といっても、その会場でですね、質問の回答が得れるわけではないというのはちょっとお話した通りなんですけども、やっぱり私はね、お話しする時間がそんなにないと思うんで、意見書という形で皆さんのお渡しするわけなんですけども、本来これは別に本社にファックスで送ってもいいわけなんですよね。でも私が言わないと思いつかない方もいると思いますので、こういうふうにね、おせっかいながらも呼びかけているわけでございますけども、本当に今回まだまだ全然足りないっていうかね、50通も集まってないんで、こんなもんでは何のインパクトにもなりませんから、せっかくお寄せいただいたんですけども、どのくらいのパワーが出るかって言ったら、やっぱり500通ぐらいまとまらないといけないかなと思うんですよね。だから久保さんがこんなことやってるよっていうふうにね、呼びかけてくださる人が少しでもいればと思うんですけども、どうもいないみたいでございます。残念残念。それではね、また会いましょう。失礼します。